皆様こんにちは。衆議院議員の岡本光則です。皆様に政策、そしてまた国の課題について分かりやすくお届けをしようということで、この度 YouTube で皆様にご紹介をさせていただく、そんな企画を始めることとしました。まずは皆様に目下の大変大きな課題である新型コロナウイルス感染症対策についてお話をしたいと思います。まず今回は医学的な観点で新型コロナウイルス、どうやってこれから先克服をしていくのか、これがポイントになると思います。皆様に少しでも分かりやすくお話ができればと思います。新型コロナウイルス、もう名前はよく聞いてますし、いろんな皆様もう様々なメディアで情報を得て見えると思いますが、本日撮影させていただいている今日は令和2年5月の4日でありますけれども、本日政府は緊急事態宣言の延長を決めました。本当に収束に向かうのか、本当に全国が必要なのか、こういった声があるわけでありますけれども、この度の新型コロナウイルス対策としての緊急事態の延長は私はやむを得ないと思います。とりわけ地域格差がある中で、私が選挙区としている愛知県、感染者の数はやや落ち着いてきているようには見えます。一方で院内感染を中心にまだ患者さんの数が増え続けている地域もありまして、こういった地域でどうやって対策を取っていくかというのが課題になると思います。今日はその中でもどうやってウイルスは感染をするのかということについて少しお話をして、皆さんに改めてそれぞれの個人でできる対策をお考えいただければと思います。医学的にさまざまな微生物が知られているわけでありますけれども、よく皆様方が知っているものは、一つは細菌、そして一つはウイルスになります。細菌はウイルスに比べてかなり大きいものであり、多くの細菌は自分の力で増殖をしていくことができる。つまり自分の栄養になるものがあれば、細菌はどんどん増えていくことができます。よく知られているのが、例えば寒天の培地、こういう丸いお皿があって、お皿の中に寒天を入れておきます。でそこに培地の成分入れた寒天を流して、このシャーレの中に細菌をポツンと置くと、この細菌はどん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 自分で増えていくことができて、特に皆さんがよくご存じの例えば大腸菌、大腸菌っていうのがあります。大腸菌は書き順間違えちゃいましたねすいません。大腸菌はですね、これ、37度の部屋に置いておくと、どん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 増えて、このシャーレ数日経つといろんなところに大腸菌のが巣を作る、コロニーと言いますけれども、こうした大腸菌がたくさん増えたシャーレになります。一方で今話題になっているウイルスはこうは増えません。ウイルスはこうしたシャーレの中ではなくて、生きた細胞の中でしか増えられない。特にこう細胞があって、その中に核がありますけれども、この核の中に核酸と呼ばれるものがあります。人間は DNA でできてますから、ダブルストランド DNA ですけれども、この核酸、この核酸の中に入り込んで自らが増えていこうとするのがウイルスです。今回の新型コロナウイルスもウイルス単独では生きられなくて、こうした核酸を持つ生きた細胞の中に自らが入っていく。コロナウイルスがこうやっていると、コロナウイルスはこの中に入り込んで、自分の DNA をこの中、この中に自分の核酸をですね、 RNA をこの中に入れて、そしてこれが増えることによりやがてこの細胞を食い破って出ていくという、こういう生態をしています。これが一般的なウイルスです。今回のコロナウイルスは RNA ウイルスでありますから、 RNA がこうやって入って出ていくと、こういうイメージを持っていただければいいと思います。つまり生きている細胞がいなければ増えることができませんので、先ほどのシャーレの中の栄養が入った寒天培地では増えていくことができない、こういうものになります。したがって生きた人の細胞と生きた人の細胞が接しなければ
コロナウイルスは増えていくことができないということで、皆さんにそれぞれ離れて暮らしてください。こういう要請を今しているわけであります。では、政府が言っている8割削減、本当にこれで減っていくのか、これは今度は統計的な話になるわけでありますけれども、これで考えてみたいと思います。先ほどお話をしました、1人の患者さん、1人の生きている細胞から一体何人の人に、ウイルスが移るのか、これをそれぞれのウイルスが持つ能力で基本的な再生産数と言ってます。今回のコロナウイルスは、まあいろんなレポートがありますけれども、今想定されているのは1人の人が2人プラス半分 2.5 人に移すということを一つの、まあ、仮においてこのぐらいの人に増やす能力があるウイルスだろうということで計算式を立てています。もちろんこれが正しいかどうかは分かりませんし、これよりもっと増やしてしまう、こういったウイルスもたくさん知られています。例えば一番感染力が強いと言われているウイルスの一つであるはしかなどはですね、この一人の人がうつす数はこれより一桁多い、こうした数の方にウイルスが移っていくということが知られています。一方でこの 2.5 だという仮定のもとで計算をしていくと、1人の人が 2.5 人の人に移していく、そういうモデルになりますから、1人が 2.5 人に、 2.5 人がさらに 2.5 人の 2.5 倍、こうやってどん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 増えていくと本当にネズミ算式に数が増えていくということになります。したがってこちらが時間として考えていくと、で新しく患者になる人、まあ患者もしくは感染者ですね、感染者になる人がどのくらいいるのかというのを考えると、時間とともにどん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 このカーブは上がっていくことが想定をされる。そしてそのまま放置しておけばオーバーシュートになるというのが、この間のいわゆるコロナウイルスの増え方として想定されるものでした。しかし今回皆さんが頑張って8割人と会わないようにするということができると、このカーブはある時点を機に大幅に下がっていくというシミュレーションがなされていました。一方で6割の、これが8割であります。これ8割の削減だとこうなると、これがもし6割だということだとすると、これはほぼ横ばいになるということが知られています。いろいろな報道によると、大都会を中心に8割の人の減少が見られると言っていますけれども、地方都市を、そしてまた東京でも例えば繁華街ではないいわゆる商店街ではなかなか6割もしくはもう少し少ない減少しかできてないという声があり、今でも私はこうした横ばいの感染者数、新規の感染者数はあまり変わっていないのではないかというふうに思っています。これからどういう対策が必要か、やはりこれをもう少し減らしていくためにはもう一頑張りしなきゃいけないエリアがあると思っていまして、今回の政府の発表で、こうしたエリアを決めて、そこにさらに取り組みを強めていく必要があるのではないかと私は思っています。いずれにしても皆様方にもう少し頑張っていただくのは当然になりますが、やはり政府がこうした6割削減をよりさらに踏み込める経済対策、次のセクションでお話をしますけれども、経済対策とセットでこうした8割削減を目指せる、そういう政策を打ち出していくことが極めて重要だと思います。こうした感染者の増加を抑えていく意味でも、これからまだ皆様方にお力をいただかなければならない、そういう状況が続くことになります。今日はまずは新型コロナウイルスって何なのか、そしてなぜ8割削減なのか、こういったことを中心にお話をさせていただきました。次のセクションでは経済対策について少しお話をしたいと思います。ご視聴いただきましてありがとうございました。